抽象ツイートにいいねをすることに違法性はありますか？これリュウジさんに聞くんだ。抽象ツイートにいいね。あ、僕抽象ツイートっていうか、まあ、あのうわって心がざわざわするツイート、全然あのありがたいなと思うものにはいいねしますね。あ、そうですね。全然勉強になったりもしたりするので、うん、はいはいはい。まあ、これ多分最近の裁判の話だと思うんですけど、なんか抽象ツイートにいいねをしたんだけど、無罪っていうかになったんですよ。で、ただあれ、僕弁護士の戦い方が間違ってて、リツイートした場合って有罪になるんですよ。うん、抽象を分かってて広めたよねっていうので、で、いいねっていうのにいいねを押すことによって、実は自分のフォロワーにそれが表示される場合があるんで、なので拡散に加担したよねっていう形で弁護士が詰めれば多分違法性ありだったんですけど、うん、そのいいねという表現をすることがどういう意味を持つのかみたいな、その価値論争に持ってっちゃったみたいで。なるほど、確かにいいねも最近出てきますもんね、ツイッターね、流れてきますもんね、拡散ですね。単純に弁護士が間違えたんじゃないかなと僕は思いましたけど、はい。